池に落ちて心肺停止状態になった1歳半の次女と2歳の甥。い真剣に神様と大教会長様に助かりを願ったことで奇跡が起きますお話しくださるのは天理教唐堀文教会長堀田正信先生です皆様こんにちは。 私たちが信仰する天理教、お道の信仰は、感動、感激、喜びの道であります。それは、紛れもなく、親様がご存命でお働きくださるにほかなりません。お島では、現在、25歳から65歳の方を対象に、3日、 講習会が開催されています三日講習会とは、天理教ホームページに、三日講習会は、求道意識があっても、仕事や家庭の都合で、長期間仕事を離れられない人や、家事や介護や子育てなどに忙しい人たちが、おじ場で基本教理や、 お務めを学ぶための3日間の講習会ですと紹介されてあります。3日講習会は1、2、3と進んでまいりましたが、その1が立ち上がって約20年という月日が経ちました。その1が立ち上がる前年の8月25日に、 私は三日講習会講師の任命をいただきました。それを当時大教会長であった、もうすでに出直されましたが、北大教会八代会長様は大層喜んでくださったのであります。役員会議でもそれを発表して、おじばのご用にお使いいただけることを 心から喜んでくださったのであります。ところが、肝心の私は喜べなかったのです。部内の教会に事情を抱え、人間思案と先案じで喜べない、いめない、そんな状態でありました。当時の イブリ・マサヒコ・表・投了先生、直々の講師の事例をいただいたのでございますが、私、まあ、今考えても背筋が寒くなるような気がするんですが、事例を頂戴した直後にわざわざ、はいとこう手を挙げてですね、そして投了先生に申し上げたんです。本日頂戴しました事例の任期は、 いつでございますかと申し上げました。そしたらさすがに、棟梁先生は、にっこりお笑いになって、会ってないようなものやな、と、こうおっしゃったんです。42名の者が任命をいただきましたが、早速10人ずつほど、4つの講義に振り分けられて、 私は第四項、教えに基づく生き方。現在は、お務めは素晴らしいというテーマに変わっていますが、その担当に決められ、来月より研修をするので、来月までにそのテーマで60分の完全原稿を提出せよということなんです。私は何を言うてるんやと。 そんなことできるものかそれどころやないんやと。これは口には出しませんでしたが、原稿も出さず、アクル付きの研修会に出席をいたしました。すでに何人かの先生は原稿を出しておられました。担当した講師同士が、まず原稿の叩き合いをするんです。 こういう言い方はわかりにくいんじゃないでしょうか。こういう組み立ての方が先生の思いが伝わるんじゃないでしょうかと。私も原稿をいただいて書いてきた本人が読んでくださるんですが、60分の原稿ですから、早口で読んで,読んでも30分ぐらいはかかるんです。感情を込めて話されるんじゃない。 ただ、早口で読まれる原稿を聞いていたとき、涙がずっと流れてきたんです。先生方の体験の中に、ああ、親様は働いてくださってるじゃないか。親様はご存命でお導きくださっているんだと、そう思ったんです。それに引き換え、 俺は、ああしてやろう、こうしてやろう。と人間思案と先案事でもがき苦しむだけ。神様を見失ってたなと。偉いとこに来たもんやと、講習会、研修会に来ることが苦になっていた私や。親親のお得のおかげで、自分は今、おじばにお引き寄せをいただき、 お教えをいただいているんだと。となんとありがたいことか。心の向きが180度コロッと変わったんです。それ以後、お地場でこの御用にお使いいただけることがもったいなくてありがたくって今日に至っているんであります。喜べないとき、いさめないとき、 自分は神様を見失ってないかなと一度問いかけてみてください。その時私は前会長当時の八代会長様にお仕込みをいただいた一言の言葉を思い出しました。30年前の3月の11日 一歳六ヶ月の次女が当時大阪の天皇寺にありました教会の池に落ちるという節をお見せいただきました。当日私は青年会の御用で大阪教務市長へ出ておりました。夕方その御用も終わろうかという時に教会から電話が入り、 娘が意見に落ちて溺れてそして今救急車で運ばれていったという知らせをもろたのであります飛んで帰って父から様子を聞かせていただきました父がここ大島にあるよろず相談所憩いの家の事情部の御用を終え教会へ帰って 会長室に戻ろうとすると、その前にある一坪ほどの小さな池ですが、そこに私の次女と、そして妹が二番目の子を産んでおりましたので、二歳になったばかりのその長男、その二人の孫が池に浮かんでいるのを発見したのであります。びっくりして池に飛び入り、二人の孫を廊下に引き上げましたが、 すでにその時には二人とも呼吸停止、心臓も動いておらん。真っ青な顔をして全身硬直して白目を向いていると、そういう状態でありました。見よう見真似で人工呼吸やら心臓マッサージを繰り返してくれますが、そこへちょうど三番目の弟が帰宅してまいりました。 その弟の顔を見りゃいないや、お授けせえという父の声で、それこそ4人がかり、父が娘の心臓マッサージを繰り返しながら妻がお授けを取り継ぎ、妹が我が子に人工マッサージを繰り返しながら弟が甥いっ子にお授けを取り継いでくれたのであります。皆様。 お授けは本当にありがたいものですお授けを取り継ぎやいなや甥いっ子の方は水をプッと吹き返してですね息が吹き返してきたんであります娘はこの喉のとこがピク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 っとこう動いたとそこへ救急車が到着をして運ばれていったということであります なんとか息を吹き返してくださったんや。さあ、お礼のお務めをしようと、父と共に神殿でお礼のお務めを務めさせていただきました。その後私は自室に戻って、私たち夫婦、わずか2、3万ではありましたが、その現金、そして子供たちがお年玉で頂戴した数万円の その現金がございませんのでそれは神に書いてですね「のし袋に利立て」と書きそれをその中に掘り込んで父のところへ持っていきましたわずかですがまさに娘の命乞いにできる精一杯のそれが私たちの利立てであったんです父はそののし袋を見て 中身を見ながら軽減な顔をしておりましたけれども、お前の心はわしが運ぶと言うて、その理立,立てを受け取ってくれたんであります。そこへ、妻から知らせが参りました。大教会へはわしが運ぶから、お前はすぐ病院へ行けと。今のように、カーナビがついているわけではありません。 地図を片手に「命だけはこらえてください」と「さ渡冷たかったやろな」と「さぞ苦しかったやろな」と「なんとか命だけはこらえてくださいと」と懸命に病院へ向かいました書室の前に着きましたら妻が私の顔を見るなり泣き崩れて「申し訳ありません」しかしそれと同じように その書室の中から小さな子供の泣き声が聞こえてまいりました。ああ、命だけはこらえてくださったんやと。その後、主治医の先生から、命は何とか取り留めましたが、窒息状態が長かったため、後々の後遺症が心配ですと告げられ、 病室の方に移していただきました薄目は開けているもののあの子供独特のきれいなきれいなすんだ目に一枚膜が張って白く濁っているんですまさに腐った魚のような目なんです手足もだらっとして力なく39度を超す熱が出ておりました 顔ほどもあるような大きな表のをぶら下げて、しかし手足は本当に氷のように冷たいんです。その冷え切った子供の手足を夫婦二人で朝まで一生懸命一生懸命させてさせて、そして夜が明けて私はお授けを取り継いで大教会へ帰らせていただきました。奥様がおいでくださって、 おじばでご用意してくださっている大教会長様に電話をつないでくださいました。大教会長様は黙って私の説明を最後まで聞いてくださって、そしてこうおっしゃったんです。この道は人間の知恵、力で通る道でない。神様にご守護をいただいてお連れ通りいただく道や。 そのことに心を向けよ。かように声をかけてくださったんです。心に染み渡りました。そして続いてこうおっしゃった。そう努力したら、お前今度は男の子をご主語いただくで、と。こうおっしゃったんです。私それ聞いたときに、へえ、おかしなことをおっしゃるなと、 確かに、私たち夫婦は、長女、次女と与えていただいて、三番目の子が妻のお腹に身ごもっておりました。しかし、今は、次生まれてくる子供、男の子ご主語いただきたいというてお願いに来てるんじゃないんです。今生きるか死ぬかわからん、その娘の命乞いに、親にすがっているんであります。しかし、不思議ですね。 私その後ふっと思った。助かったと思ったんです。娘の命は親の心に移っていない。とんゃくないんや。本当に心の底からそう思ったんです。その後、そのまま私は病院に引き返しました。その後を追うようにして奥様がお助けに運んでくださったのであります。 それからが本当に不思議でした白く濁った目がだん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 元の綺麗な綺麗な澄んだ目に変わっていくんです手足を少しずつ少しずつ動かすようになっていくんです「お父さんどれや?」 私の方をこう指さすんです。お母さんはと言ったら、妻の方をこう指さすんです。はあ、この子はわかるんやな。その後、心が日間で娘は退院をさせていただきました。おっ子も本当に不思議な奇跡のご守護をいただきました。そして、半年後に長男が、 誕生してきたんであります。現在、娘は結婚をし、初代を持たせていただきました。長男も大教会の青年勤めを終え、自教会でご用に勤めさせていただいております。不思議が神とお教えいただきます。しかし、私は未だに 神様にもたれきれきていないな人間思案でもがみもがき苦しむ神様を見失っているんであります。そんなことの繰り返しなんであります。生涯かけて努力せよと押し込みをいただいているんであります。私たちのお道の信仰は感動感激 喜びの道でありますそれは親様がご存命でお働きくださるからにほかなりません。親神様親様にお喜びいただけるように遺産で通らせていただきたいものです。ありがとうございました。